改正育児・介護休業法により来月1日から始まる産後パパ育休では男性がこれまでの育休とは別に子どもが生まれた直後に最大4週間休めます明治安田生命によりますと新しい制度で育休を取得しやすくなると答えた男性は41%でした思わないは37%で理由は職場の理解不足 給与の減少など、金銭的な面が3割を超えました。政府の調査では、2021年度の男性の育休取得率は14%ほどです。政府は、2025年までに3割にしたい考えです。